してるね。頑張れ頑張れ。このね、有益は効きますよ。ちょっとやるときは痛そうだけど、血液と同じ浸透圧の液体ですよね、これ、はい、でそれと心臓、肝臓、腎臓がビタミン、その辺の機能と薬と抗生剤と痛み止め、私も行く、もう行く、リンゴ、リンゴじゃん、はい、どうぞ、一個大きい、一個大きい、はい、しーちゃん、リンゴじゃん、怒っていいよ、怒っちゃう、怒っちゃう、怒っちゃう、はい、どうぞ、食べてますね、うん、はい、はい、どうぞ、わかった、送ってね、あるよ、リンゴさん、はい、どうぞ、はい、パク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 、ここじゃん、パクパク、大丈夫ですか、先生、大丈夫です、大丈夫ですか、噛みつかれちゃった、噛みつかれちゃった、手まで来るとは、あら、ちょっと持ち長いのでやろう、はい、手まで噛まないの、よし、はい、頭から入った方がいいね、リードはなしでもいいです、大丈夫です、大丈夫です、もう連れて帰るので、はいはい、頭から入って、よかった、なんか落ちたら手紙持ってきてもらったらよろしいです、聞こえています、はい、わかりました、ちょっと残骸の上からちょっと不安、はい、じゃあなんか今度お休みですが、やわらかくない、だいぶ怒ってますもんね、昨日より、昨日よりちょっと力が出てるような気はします、ただね、うんちが出ないね、普通だってうんち毎日するでしょ、うんちが出ない、おしっこで出ないが24時間以上続いたりね、うん、ね、食べんとかね、そういう時はちょっと途中で相談してくださいって、で今朝うんちしたんですけどね、今朝じゃない、昨日の朝、ああ昨日の朝ね、はい、そこから出てないわけだから、はい、今日ちょっと出てほしいですよね、はい、で出たらとにかくうんちは必ず確認、で今度外来で来るときは一般状態さ、まあまあね、上がってれば今度の飲み薬が消える前だ、土曜日ぐらいになると思うんですけど、はい、意味してください、はい、何かあったらお電話、ただね、お休みがちょっと続くんですよ、いつだっけ、水曜日うち休みで21日の祝日がお休みなんですよ、うん、でお休みの時にどうしても具合が悪そうだったら、
こちら私の携帯に電話ください、はい、でなかなか出ませんけど、はい、メッセージ入れといてもらえれば折り返しするようにしますんで、ね、わかりました。それから健康チェック表って今日持ってきてます、はい、ちょっとだけ見せてください。はい、今日は300だよね。3300、そう、これでいいです。今日の朝はクエスチョンだけど、でここでちょっとリンゴを少し、まあこの元気もさ、数字でいきましょうか。20丸だけど、あ、はい、まあ100をとして80ぐらい、はい、じゃあ数字で書いて、数字で書いてください。そうすると分かりやすいですね。これよりも元気だったら90とか100だし、はい、なきゃ70とかね、60とか、はい、分かりました。大胆に書いてもらっていいですからね。はい、で温度はそう、なるべく本当あったかい方がいいです、こういう時は、はい、だからできればまあ23から30度ぐらいの間、うん、30に近い方がいいし、湿度もなるべくあった方が、はい、要は代謝を高くしてやらないと ね、うん、いけないですもんね。代謝を高くすれば血流も良くなるから、うん、それからあと日光浴、そんな、はい、してます？この子ってもともと日光浴、日光浴って当人が勝手に部屋の中の、うん、でもそれガラス越しでしょ、はい、ガラス越し、ガラス窓開けてさ、網戸越しとかで日光浴してください、はい、はい、UVB を浴びてほしいんですよ、日光のね、はい、で UVB はガラスを通さないんですよ、はい、だからあの1分でいいから、はい、まあ、もし可能なら30分ぐらい、はい、あの日光浴した方がそれも代謝が上がって、ね、血流が良くなって流れてくれるかもしれないから、はい、だからあの今日帰っ、あ、いいよこちらから、あと話するだけだから、高温保湿具体的にはそうね、23から30度ぐらい、はい、で湿度は なんとか 40% 越すぐらい、はい、それからあとは日光浴ね、はい、だからガラス越しはダメです、はい、1分から30分ぐらい、別に気持ちよさそうにしてたらもっと長くしてもいいですからね、はい、それとあと温浴してますよね、はい、うん、お風呂入れてます、うん、で温浴って普段はそんなしょっちゅうはしないですよね。いや、毎日入れてます。あ、毎日やってます、はい、毎日入れてます。毎日やっていいです、はい、で、あの何分やります？音楽30分1時間くらい入ってる。そんなにやるの？長いと1時間とか1時間くらい足湯とかしてるの？冷めちゃわない？そんな長い時間してると、まあ最初1時間放っとけば最初よりはちょっと温度下がるけど、水みたいに冷たくなることはないから、ないですか、うん、まあこのぐらいならいいかよ、うん、まあわかりました。あんまり冷たいところで音浴はしてみる方がいいですね、あったかくね、しといてください、ね、はい、で音浴の後にあのスポットライトでね、はい、温めてほしいんですよね、はい、うん、スポットライトで30分から60分ぐらい、はい、まあ、別に UVB ライトでもいいんだけど、そこはあのどうだろう、30度のところでできれば40度近くなるぐらい、はい、温かくてもいいです、うん、そう、本人が動けるような、はい、体勢でいてくれれば、そんなところかな、代謝を高めることとしたら、はい、まあ、この辺のできるところをね、やりながら観察してください。そうですね、はい、はい、お願いします。じゃあ薬は6日分用意します。先生大丈夫ですか？手を怪我したり、うん、大丈夫です。怪我しちゃいました。まさかパクッと口まで来るとは思わなかった。はい、じゃあ、ね、受付の方でね、はい、失礼します。じゃあこの子手洗いを借りしてもいいですか？そうそうそう、すいません、通してあげて、通してあげて、お母さんのとこ上から持ってみて、少し取れるから、はい、すいません。よいしょっと。